月刊ぷっくり大賞。お久しぶりです、3月分はですね、僕稲垣吾郎が担当します。はい、ということでなぜ3月か、すいません皆さん、ちょっと空いてしまってねえ、もう今7月だというのにねえ、もうスタッフの方も頭抱えてますけれども、ということで今回僕3月を担当するんですけれども、はい、ねえ、これ3人でやってたのに1人になっちゃったんですね。まあね、ちょっと皆さん忙しいので、僕はここは今ね、稽古場なんですよ。はい、舞台の稽古場です。はい、で舞台の稽古をしている最中なんですけれども、完成しましたチラシもね、はい、もう皆さんご存知だとは思うんですけれども、フリータイム、ショータイム、君の輝く夜に、はい、8月に京都劇場で行われます。はい、もうまさに本当に今稽古真っ最中ということで、まあ、そんな近況報告でございます。それでは行きましょうかね。あ、その前に大賞を決める前に、恒例のぷっくりスイーツ、ありましたね。はいはいはい、あのぷっくりスイーツ草薙剛がいつもいっぱい持って帰るんだよね。僕も持って帰りたいっていつも思ってたんですよ、あれ。でもなんかあんま言えないじゃん、全部持ってっていいとかさ。あれほとんど草薙くんが持ってっちゃうんだよな。ということで今回は独り占めできますね。はい、で、これがこちらスタッフの方が用意してくださったのが桃。いいですね。だいたい僕お尻こういう形してます。はい、シーン。で、この桃は何ですか？あ、この桃は農家の直売所でスタッフの方が購入してきてくださったの。直売所好きですよ、僕も。うん、よくね、田舎の方に行ったりすると直売所でお米を買ったりとかね、前ブログでも紹介しましたけど、はい、お米、五郎兵衛米を長野県で買ったりとかですね。結構その感じ好きですね。へえ、桃なんだ。僕一人だとよく喋りますね。すいませんね。ね、まあ一人なんで、ちょっと一応頑張ってテンション上げてます。じゃあ桃いただきます。直売所の農家の方、いただきますよ。うん。あ、うまい。うまいうまい。はい、なんか甘いだけじゃなくて、ちゃんとほのかな酸味も感じられて。うん。うん、本当に。すごいですね、なんか歯ごたえも良くて、プルプルして、ツルツルして、まるで僕のお尻みたいですね。すみません。うん、美味しい。それでは、ぷっくり大賞を決めましょう。どうしよう、いっぱい来てますからね。3月3日ひな祭り、もういつの話だって話ですけど。あ、でも懐かしいな。子供の頃うちもひな祭りがあって、姉がいたんで、でもなんかね、男の子の日には5月5日かね、にはなんか兜とか飾ってほしい。お姉ちゃんの時はなんでひな祭り出すのに、僕にはなんで兜、鎧兜を買ってくんないんだって子供の頃なんか僕親に言ってたなーなんていう。5歳になった五郎ちゃんとの結婚を夢見る娘が、ちょっとこれぷっくりニュースに載せちゃってと自分の似顔絵を描いて五郎ちゃんへの愛を語る。嬉しいなー。きっとね、この絵の後ろでは満面の笑みなんじゃないのかな。3月17日に送られてきたウユニと書いてありますね、ボリビア。行ってみたいな。昼間は青く白く、そして日が落ちるまでの時間と落ちてからの時間は青とオレンジのピンクが混ざり合い、まさに綺麗でした。うっとりしますね。すごい美しい。ああ、綺麗ですね。いいな、行ってみたいな。ボリビア、ウユニ、羨ましい。これはちょっと、あ、これちょっといいね。雨上がりのステップね、え、本当に雨上がりのステップでは多くのね、寄付金が、まあ、チャリティーソングとしてやらせていただいてたのでね、え、もう本当に高額な、本当に大きな寄付金を皆さんからいただきまして、本当にありがとうございました。まあ、そのね、贈呈式も先日あったりしたんですけれども、はい、そうか、なんかちょっとタイムリーだな、雨上がりのステップ。これすごいな。
これ雲の位置とか合ってますよね、このね靴のね長靴の柄がね。あ、これはすごいアイデアだし、まあしかも空の写真僕すごい好きだしな。あ、これも好きだったな、このオムライスね。えこれはかなりねちょっとほっこりされましたよ、僕も見てて。うん、さあじゃあ対象決めましょうか。ほっこりしたりうるうるしたりうっとりしたり、本当みんな本当にそのテーマにぴったりな素晴らしい投稿だったんですけれども、まあなんとなく皆さんもお気づきだとは思いますけれども、はい、今回の対象はですね3月25日のこの見つけたニュース、レオさんですね、おめでとうございます。まさにさっきも言った通りね、雨上がりのステップがもう本当にね、もう約10万ダウンロードされてね、もう本当に多額な寄付金を本当に皆さんからいただきまして、ね、パラリンピックパラスポーツにまたこうお役に立てるということで、レオさんにはですねズックンクッションどっちでもいいかズックンクッションを、差し上げます。レオさんおめでとうございました。マナさん皆さん投稿お待ちしております。ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ今回ちょっと一人で決めさせていただいたんですけれどもね、ちょっとまた3人でもバチャバチャしながらやりたいですし、まあ何よりも4月5月6月7月ですよね本当にね、スタッフの方頭を抱えてますけれども、はい、まだいっぱい溜まってるので、はい、ちょっとまた対象をこれからも決めさせていただきたいと思いますし、はい、皆さん楽しみにしててください。投稿お待ちしております。ありがとうございました。